五日くん。あちゃー、ちょっと恥ずかしいとこ見られちゃったわね。耳が痛いわね。わかってるんだけどね、どうしてもこういうのに頼っちゃうのよ。ありがたいんだけど、いつ出動になるかわからない仕事でね、あんまり時間のかかるものは作れなかったりするのよ。ま、本音を言えばめんどくさいからなんだけどね。これは別腹、大人の燃料よ。私も五日くんみたいなお嫁さんが欲しいわ。じゃ、またね。折り紙によろしく。違いない。そうに決まった。よし、私たちが一肌脱ごうじゃない。何か見繕ってあげよう。皆まで言わずともよし。彼女にいい服の一つくらい送ってやりなよ。の解消なし。彼女にプレゼントの一つも用意できないの？ならば貴様の生皮を差し出すがよい。あ、一花君逃げた。そうは問屋が下ろさない。待て、女の敵。指導、可愛い妹が使うティーセットなのよ。下手なもん買ってきたらもぎ取ってソーサーに盛るわよ。
いらっしゃいませ。ようこそおいでくださいました。ん、いかがいたしましたか。あら、お客様、お上手ですね。私はこの店をやっております、トウカと申します。はい、恥ずかしながら私の名前が入っております。祖父ならば一昨年に亡くなりました。祖父が自分と私の名前にちなんで始めた店でしたが、現在は私が一人で店番を務めさせていただいております。異様ではなく異様です。いえ、大丈夫です。不詳ながら私めが精一杯ご案内させていただきます。いや、私などまだまだで。恐れ入ります。それでお客様、本日はどのような品をお探しですか。お客様の妹様ならきっと可愛らしいお方でしょう。ぴったりの食器がご案内できると思いますわ。それに当店にも様々な品がございます。お値段もお手頃なものをご用意させていただきますわ。喜んで。どのような食器をお探しでしょうか。それでしたらちょうど良いものがございます。こちらをご覧ください。12本セットでございます。はい、失礼、 T 違いでございましたね。それでしたら右手をご覧ください。そちらの方でしたか。動画スペシャルセットです。紅茶を入れるものでしたらこちらにございます。こちら外国製の陶磁器となっております。まい、今なんと、その枚線だと思います。
それはもうかの有名なマイセンの焼き物に間違いございませんか。ご安心くださいお客様、当店はアンチークチョップでございますから。当店はアンチークチョップでございますから、どの品も古美術と呼ぶにふさわしい値打ち物ばかりでございます。恐れ入ります。それでお客様がご所望のカツサンドですが、それはまたどうして。これは麺用な、大したことがないと思ってちょっとバカにしているだろう。そこまで言うのならとっておきのティーセットを見せてあげましょう。見たら驚くこと間違いなしですよ。指導におしとやかでかっこいいところを見せるつもりでいたのに、なんだかうまくいかなかったぞ。